よくドラマであるけど、家庭のある男が若い女性に恋をする。あれは男の願望であって、無責任な行為。やったらダメですよ。嫁さんと恋愛すればいいんです。すごい言葉ですが、誰が言ったのでしょうか。こんにちは、いつもご覧いただきありがとうございます。今回のお話は、沢田研二と田中裕子夫婦、30年過ぎた今もおしどり夫婦。二人の恋の始まりは、男はつらいよ、虎次郎の共演からの始まりでした。こんなお話をさせていただきます。最後までお付き合いください。虎さんのセリフだったんですが。女の口説き方ってのはよ、経験がものを言うのよ。沢田さんは1987年に前の奥様と離婚できたけど、優子との再婚までは大変だった。8年越しの交際を実らせて結婚したから離婚は絶対にしない。奥様はおしんで有名な国民的大女優の田中優子さん。今年2023年4月29日で68歳になりました。大阪の池田市の出身だったんですね。若い頃から綺麗な女優さんですよね。旦那さんの沢田研二さん、今年6月25日で75歳になります。京都府京都市の出身です。生まれたのは母親の実家鳥取県だそうです。それで二人の結婚式は出雲大社だったんですね。今もお互いをお父ちゃんお母ちゃんと呼び合うおしどり夫婦ぶり。お互いに共働きで持ちつ持たれつの生活が最高なんです。お母ちゃんが忙しい時は掃除も洗濯も料理もすると沢田さん。今も現役で活動されている健二お父ちゃん、75歳になっても大活躍できる理由に感動しました。沢田健二さん、我らのジュリーと親しまれた70年代からのスーパースター沢田健二さん、現在もお元気で大活躍されていますが、若い頃のジュリーはとんでもないイケメンだった。1967年にザ・タイガースのボーカルとして芸能界デビューしたジュリーこと沢田研二さん。全盛期を迎えていたグループサウンズの中でもルックスと男の色気を感じさせる沢田研二の人気は高く、ザ・タイガースは瞬く間に熱狂的な支持を獲得していましたね。グループサウンズ時代のザ・タイガースとしてのジュリーはとんでもなくかっこよかったんです。舞台で歌うジュリーを見て失神してタンカーで運ばれる子をよく見ました。素晴らしい歌唱力とファッションで大人気となった。すごい時代でした。さらに現在は俳優としても活躍されていることは皆様もご存知の通りです。2021年には京都市文化功労賞を受賞されるなど、歌手、映画、舞台に出演されて大活躍中です。2022年には土を喰らう12ヶ月に主演され、今もお元気のようですね。また再婚された奥様の田中裕子さんと二人の生活で仲も良くて、沢田家には長年守っている掟があるようです。それはどちらかが出かけるときは玄関に出て見送ることだそうです。結婚30年が経っても夫婦円満、仲の良いおしどり夫婦、いいですね。また夫婦とはいえど、自分のことは自分で考えるということも原則としているが、しかし相談されれば話に乗るという決まりもあるようですが、以前のドタキャン騒動は皆様も記憶にあると思いますが、その時田中裕子さんはこの問題はお父ちゃんが考えることやからねと言ったそうです。プライベートで夫婦一緒に行動することも多く、どこまでも一緒に行くそうですが、奥様の裕子さんは結婚してよかったと思っているし、背負う荷物も一人だと大変ですが今は助けてもらっていますなんておのろけも話した。いずれにしても過去の不倫騒動は嘘のようですね。当時昭和の大スキャンダル報道、このお二人の不倫恋愛には驚きましたが、世間も大騒動となり、ファンからは随分バッシングも激しかったですね。以前の沢田研二さん、ソロになったジュリーには、当時はフルバンドで歌うのが当たり前だったテレビ局の常識を覆し、自前のバンドで歌番組に登場、歌謡界に風穴を開けたんです。また音楽評論家は今から考えるとソロ初シングルが
君を乗せてで本当によかったと話され、白馬の王子様からイメージチェンジして七変化。1971年はジュリーにとって激動の年だった。ザ・タイガースが解散しソロデビューするまでの間にピッグという6人組のロックバンドも結成していたようです。ピッグは1971年にザ・タイガース、ザ・テンプターズ、ザ・スパイダースから2人ずつメンバーが集結され、沢田研二さんと萩原健一さんがツインボーカルを務めた。ただメンバーの証券萩原健一さん享年68歳が役者に傾倒し、ピッグはほどなく自然消滅したのです。その当時を振り返るのは50年来のファンで沢田研二大研究の著者である甲田久美子さんです。その後日本版明日にかける橋と評する声もあるほど、ロックバンドへのこだわりが強かった沢田研二さんのシンガーとしての側面を見ることができた傑作バラードでしたね。その君を乗せての作曲者である宮川泰史さんが、君の色気は天下一品で男が惚れる色気で千年に一人出るかどうかのスーパースターだったと評したように、色気とルックス、甘い歌声が作家人の創作意欲をかきたてた点も見逃せない。沢田研二は新曲ごとにイメージの殻を破る、そこがすごいところなんです。オリコン1位と日本歌謡大賞を初めて獲得した危険な二人は、作詞を安井和美さん、作曲を加瀬久仁彦さんによる軽快なロックだが、その後も沢田研二さんの変化は続きます。ピック結成時は白馬の王子様のジュリーが不良になっちゃうのではと心配しましたが、その後さらにイメチェンに拍車がかかり、フランス志向の曲も発表し、アイシャドウなどのメイクにも挑戦し始め、沢田さんのスタッフだった知人はこのように話した。沢田さんは何でも自分の歌にするというスタンスなんです。つまりどんな曲でも自分の歌にしてしまう自信と作家が要求するまな板の恋になる覚悟があった。それがいかに圧倒的な才能に裏打ちされたものなのか、同じシンガーだからこそその凄みがわかるんですと話されました。若い人も虜にする沢田研二さんの凄さとは、そのわけは若い頃のジュリーの動画を見て、そのかっこよさと美しさ、抜群の表現力とか唱力や、そして当時普及していなかったカラーコンタクトを取り入れたり、男性のアクセサリーや化粧を取り入れたり、流行の最先端を走るカリスマ性に魅了されてファンになるそうです。ケンタッキーおじさんカーネル・サンダースに似ているとまで言われている。沢田研二さんは深みのある音色がやはり特徴的で魅力ではないでしょうか。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また良ければチャンネル登録もお願いします。